国内海外安全保障な、ブロガーの山本一郎でございます。アシスタントの小杉真希です。当番組国内海外安全保障なは日本の安全保障について論じていく番組で、全6回の放送を予定していて今回4回目ということでですね、あれから2ヶ月経ちましたけど、どうですか。あっという間ですけれども、いろんなことがありましたね。前回の最後というのが、まあね、中国の船がいっぱい来るぞっていうところで終わったんですけど、ね、幸いして来なかったんですけれども、そう今回そのいろいろ政局もまた動いてですね、今回はその石原新党および日本維新の会、まあ非常にこう、まあ、新しい政治勢力が出てくる中で、日本を今後どういうような形で第三極を評価していったらいいのかというところを、笹田先生、藤田先生一緒にお話を伺っていきたいなと思っています。では改めて今回のゲスト紹介いたします。お一人目はジャーナリストでニューズウィーク日本版の元編集長、藤田正義さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一方、初代内閣安全保障室長、笹田篤之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。かなり日本周辺海域が騒がしいという一方でですね、これからどうも選挙になるんじゃないかという非常にこう強いプレッシャーの中でですね、こう年末を行くのかなと。で今その12月16日だとか1月の20日なのかということで結構こういろんな議論が今起きてまして、どうもこうかなり本格的に解散風が吹いてきたなというところで、立ち会いました石原新党というところ、今回ぜひ回すところなくお話を伺いたいなと思っているんですけれども、はい、実際その石原先生、こうかなりこう、まあ、英断といいますか、思い切って突然言ったようにも、まあ、周辺感じられたんですけども、かなり前から国政に出られるということもこう念頭に置かれて動いてらしたということを、まあ、笹田先生いろんなところでお話されてたんですけれども、それでぜひお話を伺いたいんですけども、はい、何かね、信輝さんが自民党の総裁選に敗れたらね、自民党に、怒りを抱いて、突然知事を辞めて国政に復帰するといったような印象を与え、そう思っている方が多いと思います、うん、違います。もともと私は第3回目の知事選の時の選対本部長、この時はね、死に物狂いで知事をやろうとしていらっしゃいました。ところが3期目、いろいろな実績も残し、4期目の時に深刻に悩んでおられて、なるほど、年も年だし、そろそろやめて国政に、もう一度復帰をしたいと、このままでは日本はダメになると、そのためには4選目は諦めるかどうか大変悩んでおられまして、だから信輝さんのがついこの間の話ですからね、はいはい、それで急に知事を放り出したという批判は当たりません。なるほど。もう2年ぐらい前から本当に日本はこのままだと滅びてしまうと、これは少年のごとき純真さ、少年のごとき愛国心でね、そんなにナイーブでいいのかと思うぐらい、国のことを憂いているというふうに考えていいと思います。都知事をその辞めた時の会見もしっかりなんですけれども、かなりこう強い使命感をその帯びていらっしゃるようにお見受けをしてですね、はい、で何を日本の今後 のデザインとしてですね、石原都知事が今お考え、お辞めになられてその国政に出られるとかって、ちょっとこう私どもの方からするとこう熱すぎてですね、なんか静止できないみたいな、そんなところが若干あってですね、どの辺がその彼にとって一番そのこの国はまずくなると思っている部分だというふうにお考えなんでしょうか。昭和20年8月15日、その敗戦の日、彼は確か13歳だと思いますよ、私15歳で終戦を迎えたんですが、その戦時少年でありましたね、それで負けたのはもうやむを得ないとして、マッカーサーが日本占領軍総司令官と来てしてやってきまして、もう本当に我々心に残る日本に対する厳しい批判をしたんです、日本は四島国であると、それで、民主主義なんていうのはもう幼稚園みたいなもんだと、
幼稚園って言ったかどうかちょっと、それは、はい、あれですけれども、とにかくね、あの敗戦国で四等国で、これはもう教育し直して軍国主義を打破しなきゃいかんと、うん、そしてマッカーサーの占領行政が始まりました、うん、その我々は一等国日本というのを誇りに思って少年期を過ごした者にとってね、これくらいな侮辱はなかったです。四等国といったなと、それでは我々は元の一等国にして見せようじゃないかと。その時僕もちろん慎太郎さん知らないし、お互いにみんなそれぞれそう思ったんだと思います。後日ね、私は非常に長いお付き合いです、うん、知り合ったのが昭和43年の11月、うん、だから今からもう43、4年前ですね、どうしてね知り合ったかというと、私は警備警視庁の警備課長をやっておりまして、うん、当時は990日間闘争というね、全共闘との戦い、学園紛争、新宿騒状、もうありとあらゆる街頭武装行動と戦っておりまして、うん、あの日大の本館封鎖解除警備で、西条という第5機動隊の巡査部長が上からもうじ頭台の大きな石をあの投下されまして、うん、頭が砕けて殉職しました。なるほど。これの構想を警視庁で当然やったんですけど、当時機動隊というのは公的暴力装置と赤旗なんかに毎日書かれていて、はいはい、学生に対して暴力行為を振るっておると、うん、それでマスコミもほとんど学生側についておりましたし、うん、世論も機動隊には極めて厳しい、うん、我々はもう本当に自分たちだけでお葬式やっとったんです。なるほど、なるほど。そしたらその西条巡査部長のお葬式、それから自宅の弔問、うん、若い美貌人と子供さん、ちっちゃいのが2人いたかな、うん、そこへね、石原慎太郎さんから警備課長である私に電話がかかってきて、うん、そこに弔問に行きたいと、うん、彼はだって300万票を取った芥川賞作家でね、うん、時の人でも一番輝いてる時でしょ、うん、で私はもう毎日毎日惨憺たるあの暴力機動隊っていう批判を浴びながら、うん、学園の正常化、あるいは社会の治安の回復のためにやってました、うん、そこへね直接電話し来たんです。それで、その西条警部の遺族のところに私は弔問に行きたいと、うん、そんな話どっからもないんですよ。なるほど。自民党どっからもありません、都会議員からもありません、うん、それでね、第5機動隊長青柳ってやつに電話してね、なんか石原慎太郎が弔問に来るって言ってんだけど、案内してくれるかって言ってた、めっそうもないあんなね HDK みたいなね、もう小さな官舎でね、うん、そんなところへ300万票の輝ける参議院議員がおいでになるところじゃありませんと第5機動隊の隊長室へ、ね、連れてきますからって、で慎太郎に隊長室でお会いしたいって言ってるよって言ったらね、何を言ってんだと、その第5機動隊長なんかに会う気は全くないと。なるほど。その西条さんの遺族のところ行かなきゃね、俺の、意味がないんだと、うん、ということで私実はその 1DK の小さな校舎、うん、はい、もうおろ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 若い未亡人と子供がしてるところへねご案内したんです。なるほど、なるほど。慎太郎がにさっそうたるもんでね、はい、驚いたことにこんな小さな仏壇の前にねきちっと正座してねお線香をあげて未亡人に対する弔辞を述べたんです。大変立派な立派な、それで彼だけです来てくれたの、うん、それでその時その現場検証を国会議員として国政調査権でやりたいと、うん、日大の現場説明してくれってんで僕ら行きましてね、はいはいはい、こういう高校授業学生が悪い、機動隊は、暴力って言うけど今よく分かったと、
これから俺は機動隊の肩を持つとおっしゃって、ね、うん、それからブレないんです、うん、今日に至るまで、うん、だから私はこの人がそういう治安防衛外交というのを芥川作家で太陽の季節でしょ、うん、太陽の季節っていうのはね我が機動隊と一番縁の遠いところなんだけどね、まあ、グレンな方これはねこの人はだからねなんかあるんだと、うん、それでいろいろ話し合ったら私はマッカーサーの方が悔しくてしょうがないと、うん、一等国に戻そうじゃないですかと私は政治家としてやるっていうね、うん、それで盟友になったわけ。なるほどなるほどなるほど。だからそれからいろんなことがございましてね、今日になったんですけど、彼のそういうさっき少年のごとき純粋さと言いましたけどね、愛国心というものに関してはね、あのどうしてこのまあ言うなればあのお父さんは大会社の重役でいい生活をしておられた方がどうして機動隊に理解を持ってんだろうと、うん、でこれはやっぱり国のことを心配してるんだなと、うんうん、それが彼が慎太郎がありまだ 40歳ぐらいの時ですよ。なるほど。今日までブレてません、うん、その意味ではね今度本当に国のことを心配して年齢80歳非常に健康に自信のあった方で、うん、1000メーター泳ぐ人ですからね。あのすごいですよね、それがね体力が衰えてね俺はもう、ダメになってきたとおっしゃる、最近ね、どうダメになったって言ったらね都庁の知事室まで昔はエレベーターなんか乗ったことないと、うん、駆け上がっていったもんだと、それは今エレベーターだと、うん、だから泳ぐと、ね、疲れると。いやそこそうですよ疲れるわけないですよね。あのね80だろ、うん、80で要求される政治家石原慎太郎に要求される資質っていうのはね、うん、より早くより高くより遠くあの飛べるっていうようなね、うん、そういうオリンピック的な体力じゃないよと、うん、今要求されてるのは決断力とかね、うん、それから危機予測の予知能力とか そうですね、あるいは指揮、統率の能力とか、こういう体力が要求されてるね。それを1週間10日ね国内起きた時にやれるかやれないかと、はい、健康診断しろよ、徹底的に健康診断しろと、一流の医者にかかってね、そうですね、もう聖域なく全部見ろと、でそれで合格したらね80だって国政チャーチルなんていうのはあれ67歳ぐらいで、そうですね、初当選ですね、はい、総理になってますから、ね、ああそうです、はい、だから80ったってあなたの健康状態ならやれるよと、うん、国政もしやるんならやれよと、俺応援するよと言っちゃったんだよ。なるほど。それが100人力で出ちゃう。それで、ね、本当にねあの健康診断やったら何でもなかったんです、うん、あそれは良かったですね。それで、であの記者会見、うん、実にいいことを言いました。自分はあの橋本が育ってくるまでの間の、うん、レリーフのワンポイント、うん、だと、ね、あの先発投手だと、で俺がまずやるからと、うん、あれはね非常にいい言葉だったと思います、うん、それから彼自身は総理になれないってことを知ってますよ、うんうんで総理になりたい野望でどうのこうのって言ってるけどね、政治情勢よく分析したら、うん、やっぱり自民党が第一党になって政権に戻ってくるというふうに読むのが一番素直でしょうね。そうですね、そうですね。だからそれを助けて、協力というか提携というか自民党とも提携したらいいと私は思います、うん、自民党というよりはちょうど今橋本さんが石原慎太郎とは組むけれども立ち上がれ日本とはセンスが合わないから組まないと言ってるでしょ、まあ、不思議なこと言いますよね、あれと同じで、あのもう一度お国のために、岸信介の孫としてやるんだと言ってる安倍晋三さんと、うん、これは
党と組まなくたって安倍晋三さんと組めばいいんじゃないのかなと思います。いや今まさにその橋本さんのお話出たわけですけれども、こう橋本さんの評価というのもなかなか難しいのかなというのも一部ありましてですね、まあ、かなりその橋本さんの、そのまあ政治的なセンスというのは誰も疑わないところではあるんですけれども、その日本維新の会というその団体になってくるとちょっとまたこれは一つ評価がまあ大きく変わってくる部分があるのかなというふうには思うんですけども、この辺いかがですか。あの橋本さん自身はどうも会って話してみると、これはやっぱり鳥の目の視野ってバーズアイビューって言うんだけどね、ほとんどの人がインセクトアイって言って虫の目でやってるんですよ、半径5メーター以内とか野田さん言われてますけどね。そうですね、自民党本部あるいは官邸の中でしか政治を考えてないから、もう日本全体の政治は愚かね、もうまして国際情勢、オバマが勝つか何とか勝つかってことを本当は心配しなきゃいけないんだけど、そうですね、まさにどうもね今心配してることっていうのが小さすぎます、それに比べると橋本の方がはるかに大きい視野が、なるほど、それで、ただね彼が今まで過ごしてきた人生っていうのは弁護士ですよね。そうですね、だからそういう面での法廷、弁護士としては優れた人なんでしょう。はい、そうですね、ただ治安防衛外交あるいは政治経済それをマクロでやったことのない人ですね。そうですね、だからそういう点はこれから勉強してもらえばいいと慎太郎さんも橋本さんについて言ってますけど、なるほどなるほど、それで慎太郎が私が兄貴分として教えるんだと言ってるんだから、はいはい、そういう先発ピッチャーと中継ぎピッチャーと、ね、ある意味意思相伝的なこと、そうそうそう、たまたまね年齢的にも坂本龍馬っていうのは若くして、暗殺されますけど、そうですね、山内陽道っていうのはベテランですよ ね、 そ, うですね、その山内陽道に戦中八策というそのこれからの明治政府明治政府と当時は言ってませんか、そういう維新の政党がやるべきことを発作権限したでしょ、それと同じようなことを今度逆になってんですよ。そうですね、橋本さんがどちらかというと大政奉還をやろうとしているチャンピオンになりつつあるんで、そうですね、それをね、我々昭和一桁が逆に橋本龍馬老橋本龍馬になってるいろいろ意見を言うと、で面白いことに慎太郎さんは田中真紀子が悪口のつもりで暴走老人と呼んだらこれが気に入っちゃった、そういうことよね自己紹介をね暴走老人とやってんだよ、で僕ら暴走老人ですよ、もうねそんな先は長くないんで、怖いもんなさすぎる、怖いもんない怖いもんないからね、僕らは本当に後継者が欲しいんで、であんな若いところに出てくるとは夢にも思わない。確かにそうですね、60ぐらいに誰かいたっていいじゃないかと思うんだけど、もう各界見てもねいないんだよね、もう3回りぐらい下になっちゃいました。そう、それでその下の人のね、今非常に重要な役割を果たしている人のことを批判するのは我々の特権であります。なるほど、我々の経験とね知識と、で なんとも未熟だよね、はいはいはい、だけどね要望だとかねその雰囲気というかそれをなんか年老いた古田貫とかなっていう、ああいうのはやめた方がいい。なるほど、ああいうのは百害あって一利ないです、まあ、ちょっとこれ言葉の過ぎるところはありますかね、はい、だからある意味ではね逆転してる坂本龍馬なんですね。そうなんでしょうね、僕らの方が本当ならばね忠告を受ける立場でしょ、でそれを彼はしきりにやってるけどねちょっと勉強不足、治安防衛外交危機管理っていうのをついてもう少しね自分で努力して勉強するほかない、同じ歴史を彼が経験しよったってもう二度と戦争はないんだし ね、まあ、ね多分ないし、それからああいう国内的な大革命闘争もないしね。そうですね、
まあ、今後あるかもしれませんけどね。あるかもしれない、テロ対策とか、はい、そういうものについては彼はね一弁護士ですよね。こう日本維新の会がその、まあ、支持率14ぐらいあったのが10ぐらいまで下がった一つの大きな要因というのは、その竹島に関して共同管理をしていくんだみたいなことを、まあ、言ってしまったということで、はい、その彼を支持していた一部の層がこうダーッと離れていったという、うん、まあ、一つ大きな要因があるのかなとは思うんですけど。そうです、まあ、今まさにおっしゃった欠けてる部分というようなことで、ね、その僕世界中のをすぐ調べたんです、はいはい、2カ国政府で一つの島なり何なりを共同管理している例があるかどうか、うん、2つありました。1つはねスペインとフランスの間のね変な名もなき ね、こう驚いたことにね、スペインとあのフランス政府は協定を結んでね1ヶ月ごとに領有権を入れ替えるっていうね、うん、全く遊びをやってます、もう1つはアフリカにあった地域はね独立しちゃって、なるほど、今世界中にありません。なるほどなるほど。だから国際常識として領土主権というものはそういう排他的で最もね原始的なね、うん、あの土地所有者があの境界線相邻関係って言うんだけどね、お隣同士、1センチこっち来たの枝がこっち出たのって喧嘩してるでしょ。まあそういうことですよね。これね国家間民族間みんなそうなんですよ、うん、よくですから、あの領土権というのはあの主権というのはあの共同管理ってのはできない、うん、これはね我々の常識なの ね、 そ、 うですね、その常識に外れたことを言い出したもんだからびっくりしたわけ、この程度の人だったのっていうことで、結構そこら辺で失望がかなりありました。声として出たというのはだからね、彼は謙虚に反省して勉強しますって言ってます、うん、だから勉強をうんとさせたらいいんじゃないですか。その中でこうあのやはりその立ち上がり日本に対してこう非常に強い物言いを橋本さんがされて、でそれはやはり塩原さんがその、まあ、国政に出ていくにあたって重要な共闘法だというところに関してもやはり認識があるはずなんですけども、これやはりその組まないっていうことでそのまま行っちゃったりするんですかね。これ極めて重要なポイントのはずなんですか。まだね一挙に全部拒否しちゃうということではないと思います。なるほど。平沼さんに対してはある程度の敬意を表しています、それからね中山京子さんとか、はいはい、あのね、片山虎之助も違いますね、うんうん、あのやっぱり藤井さんの発言でさっき言ったその尖閣列島を共同領有しましょうっていうのと同じぐらいのね、あのなんかちょっと本当にこの人政治長いことやってたのと思うぐらいね、共同の党首2人党首しましょう、うん、そう、これ一番いけないこと、いけないことですね、鳩山さんの時に菅直と、共同党首だから、あのざまでしょ、まあ、まさにあのざまですね。これはね相当の和紙ってねトップは1人でなきゃいけないんです、はい、組織ってのは、はい、その基本原則に反することをこちら側が言ってるのに向こう側手を挙げて、わざわざ藤井さん、そうですね、あのそうですね、それは向こうが言ったことですよと、うん、事実でないので、うん、そういう重大なことをペラ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 記者会見で喋っちゃう人とは組めませんって、あれは橋本さんの方が政治家として感覚正しいと思いますよ、まあ、それはそうですね、こっちが悪い、こっちっていうか、まあ、その間こうあの渡辺芳美さんがこう橋本外されたりとかいろいろありましたけども、あとその国民信徒どうするんだとかですね、第三局を巡る動きってのはものすごく重要な中で、その中の中核に石原さんがまた戻ってきたみたいな、そういうイメージはどうしてもつきまとうんですよね。だから三局をできるか、第三局ってのはあるのかと、はい、第三局ってのはないと思います、うん、だから慎太郎さんが今からどんなに努力したってね、それは渡辺芳美のみんなの党、うん、あるいは国民信徒亀井静香、はい、これを全部統合するってことはできません、うん、時間もない し、 難しい、ね、ですから連帯でいいんじゃないですか、ゆるい連帯で、ゆるい連帯で、それでね大きな問題だけで、ね、はい、政策の一致を見て方向性、うん、例えば日米同盟で行くのか、うん、これから中国と組んでアメリカから捨てられても中国と同盟組んで生きるというのか、はいはい、あるいはねその資本主義ってのどうすんの、社会福祉これだけね3兆円だ4兆円だって、しかも不正の社会福祉がいっぱいあるという ね、 あの行き過ぎ国家になってます、だからこれを例えば国防とか
海防ね、はいはい、島を守る海上保安庁の強化とか、はい、そういう安全保障上の予算というのは何とも今の予算ではどうにもならんですね。そうですね。どん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 削ってるわけですから、大蔵省が依然としてね、これに振り向け、そして消費税は例えばある部分目的税でもいいけれども、うん、その地方自治体にみんな分けちまうっていうのもちょっと橋本さんのもどうかと思います。もうまさに地域政党であるがように言わざるを得ないことっていう部分ですよね。だからそういうね、大きな項目をね、原発どうすんのと、原発は要するに治安防衛外交という今の日本の危機に比べればそんなに大した優先課題ではないということを慎太郎さんが言っちゃったんだけど、うん、これもやっぱりね重大課題なんですよ。そうですね。だから重大課題でこの点でもって、はあるいはメタンハイドレードがエネルギー源になるという時代を目指して、はい、新しいそのシェールオイルとかルス、はい、そういうものでやっていくんだっていう方針を示してから原子力の問題を論ずべきだと僕は思ってますけどね。そういう大きな政策、これについてね、大方向だけ決めたらいいんですか。特にね、うん、日米同盟、僕は100年やれって言ってるんだけど日米同盟100年論でいくのかね、アジア、共同体と、うん、いうことで日本海を友愛の海にしてね、ソ連ともなんとか安全保障条約をみんな結んじゃって北朝鮮も入れてやるという民主党が、はいはい、鳩山さんが言ってたことをやるのか、これだけは決めてくださいよと、そういうね大きなところ、勝利を捨てて大道につけというね、はい、だから私は例えば中国をシナと呼ぶのか、何と呼ぶのかって、これは勝利だと思う、まさに勝利ですね。今どっちでもいいじゃないのと、うん、その僕らの世代にはそういうこだわりがありますから、うん、意地になって言ってるようなしなしな言ってるところあるけどね、これなんかねやっぱり国政やろうと思ったら相手が中国、中華人民共和国って名乗ってるのをねわざわざしなっていうこともないわね、うん、そうですね。勝利を捨てましょうよと、うん、そしたらねこの間のねテレ朝のサンデープロジェクトでしたか、なんかああいうこと慎太郎さん出てましたけど、はい、シナって言わなくなってる、うん、まあ、それは大きな進歩、うん、それは笹さんの提言だったんですか、ね、僕のいろんな上限のうちの一つですね。僕のまずいことに東京新聞 の, 一面かなんか、うん、で見出しになってさっさしって言ってね、思い、うん、っきり書かれてましたね。シナと呼ぶのは国益に合わないとかなんとか見出しになってて、あこれはまずいなと、そういう意味じゃなくてね、サッサさんは何て呼んでますかって聞くからさ、いやまあそういうことですか、僕はずっと中共っていうのがいいと思ってたと、うん、中共と、ね、中国共産党、共産党、はい、それから中国人民共和国なんだからさ、うん、それで台湾と区別するのにね、うん、国民政府と中共ってのは、ね、とても分かりやすいあれだったと、うん、なんでマスコミさんは1979年をもってね全部一斉に中国に変えたのだから中共から中国に変わった時あなたたち説明してないでしょうと、うんね、今度は僕らが教わったのはシナなんだから、歴史的にシナっていう国であってね、うん、東シナ海南シナ海やみんな中国海ってするのって、ね、してないじゃないマスコミって。だからねこれはねその時代の教育の力を占めるところでね、うん、僕は実は1972年に田中訪中の時の外事課長で、相手は梁少氏でした。梁少氏との間にこの警備、訪中の警備警護、これの打ち合わせをやった外事課長です。なるほど。でそれまで中共中共言ってたけどね、向こうが中華人民共和国って中国って出てきてね、うん、中共って呼ぶとやっぱり相手の嫌がってることを言っちゃ外国交渉になりませんから、確かそうですね、その協定を結ぶために僕はその時から中国と改めたよと、うん、そしたら僕が改めたのはその国益に反するから中共から中国に僕はしたよと、うん、っていうのを見出しにしちゃってね、こうシナと呼ぶのは攻撃に反するみたいになっちゃって慎太郎を批判したみたいになったんですけど ね、まあ、確かにそうですね。ところが彼はね実に素直に受け止めたい。なるほど。この間日曜日見ててね、
一種の感動でしたよ。長い間の友情ってのはいいもんだと、うん、あのこんなところで発露してしまう、うん、あんまり意味ないよと、力んでみてもね、うん、ということで彼はねあの頑固で、うん、もうすぐ反発するな橋本もそうなの、うん、この二人ともねどっかものすごくナイーブなところなんです。なるほど。だからお互いに共鳴し合うところが、うん、あの二人にはあります。それでそのね、あの笹さんにちょっとお伺いしたいのは、はいはいはい、あの橋本氏もそうだし、石原さんもそうだけども、中央官僚を中心とする集権というこの日本の統治機構を変えなきゃいかんというのが非常に大きな問題意識になってますね。で笹さんはそういう意味で言うと中央官僚そのものでいらっしゃったわけだし、はいはい、ただはぐれ者かもしれないけれども、そういう意味で言うとその日本 その統治機構としての日本の現在の官僚制というのはやっぱりろくなもんじゃないというふうにお考えですか。あの私は現職だった時にやはり当時大蔵省、これのねあの全く独善的な予算の編成とかね、うんうん、財政計画とかね、でしかもそれに自民党の国会議員で論戦のできる人がいなかったのね、うん、だからその意味ではね大蔵省も全て大蔵省が財政問題決めていくと、次に外交問題ですけどね、これはね外務省にかなうやつがいないんですよ。それでいろんな条約だとかね、かっての協定だとかいろんなものを出してきてね、あの外務省が言ってる大きな方向としてはねおかしいなと思うようなことを自民党の国会議員は反論できませんでした、うん、特に私の見てた範囲でいうと外交と財政、これは中央官庁それも大蔵省と外務省がほとんどもう全て決めてたと、うん、これは良くないなと、うん、で私はだから中曽根内閣の内閣制度強化、内閣ご出世、はい、治安防衛外交の補佐官を作りましたでしょ、うん、あの時に財政も入れたらどうですかと、うん、ホワイトハウスには予算局がありますよと、うん、だから大統領が予算全体を、うん、チェックできる機能をホワイトハウスが持ってる、日本にはありません。だからそういう財政担当の特別補佐官も必要なんじゃないですかという意見を言ってたんだけど、はい、これは受け入れられませんでした、うん、大蔵省の反対で、うんうん、それで反対しますよね。反対だ、ものすごい反対です、はい、それから大蔵省はその予算をつけてるもんですからね、各省庁の要所要所に大蔵省の要員がそうですね、うん、派遣されてて、これはね、うん、もうすべて大蔵省に報告第一報告義務があると、うんうん、だから各省庁のこと全部知ってるのは大蔵省であって、うんうん、官邸でもないんですよ、うんうん、だからこういう状態は変えるべきであると、うん、いうことを言ってた一人です、うん、ですからその意味では中央官庁にいながら、うん、中央官庁を出せよと言ってるという石原慎太郎橋本さんの意見に賛成なんです。なるほど。ところが一つ違う他の人の慎太郎違いますけどね、慎太郎は僕と同じ意見ですけどね、橋本さんが少しずつ理解しつつあるけど、治安防衛外交危機管理ってのはね中央集権でないと、うん、広域でやらないとできません、うん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 、それでトップダウンでやらないとできません、会議をやったり委員会立ち上げたって片付きません、うん、そういう意味で治安防衛外交危機管理、これは中央集権、うん、内閣総理大臣の全責任で官房長官が統括してやると、うんうん、これが私の言ってる改革論で、他はね確かにねもう財源の配分なんてのはね、うん、おかしいですよ。それで全あの地方特に都道府県が とは違いますけど、全部東京にね島根県事務所とかなんとかと持ってるって、この二重行政なんですか、これお金かかるんですよみんなね、ど真ん中ですよね、でこれはねやっぱり地方に交付税なりなんなりの財源を与えて地方で独自にやらせるという、もうここは地方自治体の人を首長をやった人がみんな言ってることだけどね、うんうん、それは賛成です。なるほどなるほど。そういう意味で、うん、元中央官庁の官僚としてやっぱり大蔵省と外務省は良くなかったと思います。なるほど。それから地方自治体の言ってることもよく分かりますけどね、うん、
その広域行政、治安、防衛、外交、危機管理、うん、それをご自分一人で災害対策なんての全部市町村長ですからね、うん、市町村長でできますか？できないですね、はい、うん、なるほど。で、そうするとその例えば日本の官僚制度をね、うん、例えばアメリカ的なと言っていいのかどうかよく分かんないけど、大統領からと3000人から人間を入れ替えるというね、その政府のトップがごそっと入れ替わってしまうような政治任用制度を入れれば、いわゆるその官僚によるガバナンスっていうのはなくなるわけですよね。その戦前と言いましょうか、まあ内務省が中心だった時代ですけれども、この時代でも政友会と民政党と政権が変わるとね、役人全部変わったんです、うん、駐在所の巡査まで変わってるんです、うん、そうなんですね。ですから、うん、日本もいつの間にか、うん、与野党交代の時には役人入れ替わりっていうのがあったんです、うん、かつてありました、ね、でそれがだから自民党政権の間、うん、なかったですね、うん、55年体制がずっと55年体制に問題がいた、はいはい、いわゆる55年体制っていうのは社会党も責任あります、うん、はい、そうですね社会党はね、ただ民主党は民主党でその政治主導だと言って、まあ、自殺ではあれ、その、まあ、官僚から権限をきちんとその政治の方にも持ってこようというような大義名分を立ててですね、政権交代を果たしたという、まあ、実績が一応あると。ただ、まあ、結果としては、まあ、非常に惨憺たる状態で、まあ、統治能力自体がこう、まあ、目減りしてしまう。その中でいろんなその国益を失うような行為もまた一部でありながら現在に至ったと。でここでまたその橋本さんが出てこられてですね、まあ、地方分権進めていくよと、で中集権的なその安全保障の体制も整えていくよと、まあ、ある意味そのブレーキとアクセル両方踏むような形でうまくこうハンドリングしていくんだと思うんですけど、まあ、そういうような形で本当にその最後まで走り切れるのかって非常に心配なんですよね。改革をするっていうのは非常にこう僕らがするとそのまだ見ぬものなので、当然こう支持をしたくなりますし応援もしたいんですけど、一方でそれが本当に現実化させるためにどういうロードマップが組めるのって言われた時に、今の橋本さんと橋本さんの周辺の人たちではなかなかそういうところまでこう手をこう入れれることができないんじゃないかって、そういうのはやっぱ怖いなっていうふうに思うんですけど、ね、一つの問題はっていうか、その橋本さんの言ってることの中で、僕は非常にその何て言うんだろう、納得できるのは、うん、基礎自治体というのを小さくする、まあ、例えば大阪市でと260万という大阪市を10ぐらいの区画に分けて、でそこにその各区は東京と同じように高専生の区長を置き、高専生の区議会を置くと、はい、で僕実は横浜に住んでるんだけど、横浜っていうのは人口368万、うん、でしかもその368万の基礎自治体なわけです、うん、で現在の林文子さんという市長にその、これはやっぱり分割した方がいいんじゃないですかって話すると、うん、そんなことするとそのなんていうか分割したところの格差ができるっていうんですね、まあ、でも例えば東京だって豊かな区と豊かでない区というのは当然あるわけで、そうですね、で東京都がその、分配をしてるわけですよ。例えば中央区なんていうのは、はい、非常に人口は確か12万ぐらいしかいないんだけども、非常に豊かな区だし、足立区は人口は多いけれども豊かではない区だし、でそういうのは当然調整する機能があるわけですね。でなぜ僕そんなこと言ってるかっていうとね、例えば東京で首都直下型地震が起きたとするじゃないですか。で横浜も当然影響を受けます。で通信網は一時的に分断されて、うん、要するに使えなくなって、うん、その時に例えば江北区に、僕江北区ですけど、江北区に貯蔵してある救援物資の配分とか、それから人間の避難場所とか、うん、そういうことについて江北区長が判断できますかということを一番気にしてるわけですね、うん、まあそうですよね。で江北区長は市長に連絡取ってからって話に必ずなります、ね、ありますよね。だけど連絡は取れないわけですよ、うん、その時どうしますかっていうことを気にしてるわけです、まあ、そもそも再逮捕自体は首長が全部管理することになってます、ね、そうですよね。そういう、まあ、欠陥がそもそもある中で、首長もしかもね、災害対策基本法での基本は市町村長ですからね、首長なんですよね、首長で知事は大規模になった時だけ発言して出てきて、さらにもう数府県にまたがるということになると国務大臣が安全総括的な広域災害対策費を指導すると、はい、だから始まった時に初動措置はね、いい例が
東海原子力中性子漏洩事件がありました、はい、この時の責任者は村上東海村村長ですから、それからさらにその上になったんだけど橋本茨城県知事なんですね、中央官庁では科学技術庁ってどうしようもない官庁がね、まあ、名目上管轄権持ってるだけで危機管理対策能力ないんです。なんであんなに残念な体制だったんですかね。えすごく残念な体制だったと思うんですよ、東海村に関しては。今度僕ね原子力規制庁っていうのができて、そこへ呼ばれるんです。なるほど。また大暴れをされるんですよ。え大暴れをされるんですか。ね、1時間話したらね、12,000円。あ、素晴らしいですね。2時間で24,000円っていうね。なんとなんと。まあ、本当にね、どうしようもないんだけどね。生々しいお話を。それで、僕は3つやってますから、原子力船陸奥と、モンジュと、それと東海村と、そういう経験者今役人側にいないんですよ、うん、それで僕はまあかろうじて80もじき82ですけど生き残ってるから誰かが気がついて僕を呼ぶことにしたの。なるほど。そしてうちの秘書に言わせるとね、それを僕が受けるって言ったらね、窓口頼んでた若い人がね歓声あげたって。ほう。やってくれるんですかって。つまりねみんな24,000円じゃやらねえんですよそんなことを。このね慎太郎のこの間で僕はすごく同意したのはね、80だよ俺は、なんでこの年になってこんなことやってなきゃいけないんだ、若いやつしっかりしろよって言ったでしょ。全くどうか、うんうん、それでね今度規制庁行きます。で規制庁に行ってその話をいろいろしなきゃいけないんだけどね、あの時はあまりに消極的権限葬儀ね、うん、みんな俺じゃない俺じゃないって逃げる。それで村上村長っていうのがね共産党なんですよ、でこの人が一生懸命やっててね、この毎日は30万人避難させるっていうのを、うん、東海村の村長の私がやるんですかってテレビで言った、うん、はいはいはい、だからさっき言ったね、うん、危機管理に関しては国がやんなきゃダメと、うん、治安防衛外交原子力事故、うん、こういう危機管理的なこと、これはやはりどうもね皆さんが言ってることが少しね、実体験してない人はそういうことを言うな。ただ今度のね維新の党で僕は希望を持ってるのはね、はい、一時期政界に出たやつがみんな嫌になっちゃって、地方自治を目指して一番いい例が慎太郎でしょ、あっち行ったりこっち行ったり、そうですね、東京都知事になったりなんかした、はい、細川森博がそうでしょ、うん、そうですね、熊本県知事になったりね、参議院じゃダメだって。今度の中にはね中田博がいるんですよ、あ横浜市長が、うん、で横浜市長で地方特に横浜って難しいところの首長をやったものが、うん、今度もう一回橋本さんと一緒にどっか近畿で国政に戻ろうとしてるんじゃないですか。そうですね、横浜じゃあの人戻れませんからね。はいはい、うん、それからね、うん、山田、うん、杉並区 長ね。これはまたね国政やろうとしてるでしょ。うん、つまりね国政をやってて地方自治をが本当の行政なんだって言って戻って、そこで限界を感じた人がやっぱり国でやんなきゃいけないって、うん、慎太郎をはじめとしてね戻ってきてるんですよ。うん、この人たちを通すとね、うん、両方知ってるわけ。確かに地方行政の現場の細かいことをね、うん、首長として知ってるものが中央官庁の大臣になると、うん、これはね素晴らしいことだと思います。それに私ちょっと期待してます。意外とその地方首長の方がこう選挙に出直されるようになって日本維新の会にこうまた戻ってくるみたいな感じの話をされた時にこう橋本さん大丈夫なのかみたいな議論もまた一部であったかと思うんですけども、まあ、大村さんも中京で維新の会みたいなのをやろうとされたりとか、まあ、いろいろ話されてますけれども、そういうその地方の首長の人たちがこう戻ってくるにあたって一番こう警戒しなきゃいけないことってどういうことなんですかね。やはりで、ね、日本の市町村1300ぐらいあるでしょ、うん、はい、もっと3000何百あったんだからね、はいはい、だから竹下さんがふるさと創生って言って1億円ずつ市町村長に無条件で配ると、こう言ったら3000何百億円出ちゃったんだよ。それだけで全く無駄です。見事だったですね。見事な無駄。それからね、
麻生さんもね、なんだか知らないけど、うん、国民にみんな現金持たせてやんだって言って、そういうことですよね。2万円か、うん、なんかそうなんです。これも全く意味ないんですよ、ですからね、どうもね、行ったり来たりしてる人の資質にもよります。確かにそうですね。例えば日本減税党なんての作っちゃってどうするんですかね、名古屋は大変なことになるんですね。それに大村さんも乗っかってるしね、そうすると微妙ですけどね、あの二人は、あの二人微妙になってきちゃった。だからいずれにせよね、今度ね、現場で実務をやったものが空理空論の本省の、うん、局長会議でもって発言する、うん、大臣として、はいはい、これはね、何かプラスがあるんじゃないかと、うん、それから石原慎太郎知り尽くしてますよ、この両方のことをね、だから、まさにそうですよね、そういう地方自治体と国の指導者の交流という、うん、そういう意味で細川さんはね、志は大きかったんだけど、やっぱりあまりに、うん、お殿様だったよね、うん、まあそれはそうですね、うん、だって僕らの了解なしに日本新党の全国比例代表制の候補者にトップが椎名元夫、僕が2番目候補、3番目が内田健三、4番目が小池百合子だったんですよ、でそれ了解なかった、ない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 、だからお父様なんだよ、僕らのことはね家来だと思って、なるほどなるほど、ね、本当にね、でも一斉に抗議をして3人ともね極力辞退しちゃって、小池さんが繰り上げ当選したわけね、うん、だから偉い話ですね、そういうねどうしようもないお殿様みたいなところはあの人たちには共通してあるんです、うん、一人だけ橋本徹っていうのはね違うね、うん、お殿様じゃないから、ね、新さんをなめてる、うん、だから新さんをなめた人が42歳で出てくると、うん、いうことは僕らはねもう60歳代70歳代この辺は諦めてますから、なるほどこの辺には人材はいないすいません60歳大変申し訳ございません、60の若い方は除くとしましょうか全教頭の時代みんなで渡れば怖くない、それから例えば1位になっちゃいけない、うん、一教祖の運動会がそうでしょ、うん、1位になってて待っとれと、ビリがつくまで、うん、みんなお手手つないでゴールに入りましょうと、うん、だからゆとり教育で円周率 3.1 でいいって、うん、ほんで日本全体的に世界的に日本の子供ってのは圧倒的にできた、世界中の学校で、うん、神道じゃないかと思われるぐらいできた、うん、今もう全部ダメですから、うん、韓国に抜かれ、中国に抜かれ ね、インドだって二桁暗算やってくるでしょ、日本はね、二教祖のゆとり教育で大失敗しましたね、うん、こういうことがね文部大臣に分かってくれないと困る、また新設の大学予算かけて2年かけて作ったのをね、あれ鶴の一声でダメっていうのが趣味な人が、あの人文部大臣であとどれくらいいます、うん、あれはねむちゃくちゃですよ、あんなことを許しちゃいけないね、でそういう人事をやったのが野田首相ですから、下手するとあと6週間ぐらいの命ですよね、下手するともう6週間ぐらいしかもういらっしゃらないです大変なことになっちゃいますね、それであれでね損害賠償しろって言ってます、まあ、行政手続き法違反ですね、損害賠償何十億っていう損害賠償、また税金から出すんですよ、そんなね、田中真紀子さんのその時の感情でね、まあ、外務大臣の時にいかにめちゃくちゃであったかっていうのを僕らよく知ってますからね、はい、どうしてあんな人を呼び込んでくるのと、ちょっとお話としてずれるんですけど、自民党の総裁になられた安倍さんがこの後首相になられる可能性高いというようなお話がかなりあるんですけど、はいはい、かなりその昔からその安倍さんを推してらっしゃったじゃないですか、で安倍さんがどういうその政策を今後取っていかれる可能性が高いかっていうところをぜひ伺っておきたいんですよ、でまたその橋本さんとどういう連携をする可能性があるかっていうのは非常に興味深いところだと思うんですけど、掲げてる国家目標とかあるべき日本の姿、まあ、これはねおそらく橋本さんも共通なんだろうけれども、
あの人たちは国際感覚があります、うん、だから国際社会において名誉ある地位を占めたいと思うというね、うん、憲法全文の精神というのはね、はい、みんな共通して持ってます。橋本さんを除く後の2人、うん、多分お若いけれどもあの58歳の安倍さんも、うん、マッカーサーに言われて四党国って言われたのを本当に悔しいと思ってた人たちだと思います。それで、今だから世界中から尊敬される国にしようと、うん、もう一回やらせてくださいということなので私はご協力しております。なるほど、なるほど。それでね、非常にこの間きつく申し上げたのはね、我々が安倍さんを支持してあの時ももう岸信介の孫だ、東条内閣の閣僚だったっていうので猛烈な攻撃があったんですからね、はいはいはい、でそれを支持するっていうのは勇気がいることだったんです。で僕はあの僕らがみんなで申し上げたスローガンっていうのが、うん、凛として強く美しい日本ですから、はいはい、凛がどっか行っちゃったでこれで見たらなんと町村さんが凛としてってやってんだよね、あれもあんまり凛としてないんだけどね、まあ、凛として心筋梗塞を起こしましたよね、それからね強い日本っていうのはね、僕はこの間言ったんだけど、はい、あれ削ったの塩崎でしょうがって言って、うん、官房長がね、ちょっとその辺は難しいところですね、塩崎さんはね、みんなそこにいた人はみんなうなずいてたからね、うん、そうなんだと思いますけど ね、でね、ダメだよあんなね、あの全教頭、高校全教頭ですから、もう塩崎さんとね、あとまあ、うん、どうですかね、世耕さんとかね、世耕さんとかね、復権しそうなんですよね。いやいや、井上義行だけは切られたんですよ、あれ民主党行っちゃった、はい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 、だからそういう方と お友達人事をやったらね、ダメで、それをおやりになったら私は下ろさせていただきますということも言ってあります。それはこうぜひ何度でも言っていただいてですね、そうやはりね、その内閣大変信頼してね褒めてる塩崎さんを、うん、が僕らに何て言ってるかを僕ら聞いてますから。なるほど、なるほど。だからね、上からね下の人を見ると3年見てても分かんねえ、お通称のうまいやつはね大丈夫ですよ。ところが下から上を見ると3日で分かっちゃう、うん、で、あの人たちは全く安倍さんの抱いている大きな理想国家とは違うイメージでしたね、うん、そうですね、サロンコミュニストみたいな人が多かった、ね、はい、まあ、少年官邸団と揶揄されましたけど、ね、そうです。それでね、小池百合子と塩崎さんが国家安全保障会議設置法のリーダーシップをめぐって、うん、アメリカの大統領補佐官に小池さんがアタシをって言ったんだね、はい、そしたらそれを怒って、わざわざ塩崎さん英語ができますから、英語ができるだけマイナスになるわけ、そういうの喋れない方がヘレン・ケラーでいてくれる方がありがたいです。それはそうですよね、それはそうです。変なのがね、喋ると困るんですよ、田中真彦もそうです、それがね、わざわざ電話してね、小池じゃなくて私だよって言ったっていうんで、うん、アメリカで大笑い、まあ、笑い物になったんです。綱引きですよね。そういうのをねまた始めるような人事をやったら安倍さんダメです。なんか始まってるような気がするんですけどね、させないようにまだ政権も取らないしね、いやこの閣僚人事のこと言うのはおかしいんだけどね。アメリカだともう大統領選挙があさって8日ですか。そうです、ね、もう投票が、もう、火曜日です、ね、本当はね、その野田さんはねテレビでもってね、アメリカ大統領選挙どうなりますかねって言わなきゃいけない、一回も言わないでしょ、この間中腰石、まあね、腰石がやっぱり視野が狭いんでしょうか、うん、いや今禁煙しますね、虫の目5メーター範囲、これをやったらダメ、まあ、それと今回の場合は民主党が勝とうが共和党が勝とうが対日政策という意味では大きな変化はないです、ないです、うん、ただちょっと違いますね。対中国に対して国務省、アメリカの国務省がその冷静にやって、その紛争を起こさないように、紛争を起こさないって、これはね向こうの外務省ですから、外務省の役人らしい心配です、うんうん、
我々が尊重しなきゃいけないのは国防省なんです、うん、ペンタゴン何言ってるか、うん、これの意味ではね、うん、この前申し上げたと思いますけどね、はい、あの QR あの QDR というね、4年に一遍国防省が出す、国防報告書があるんです。3年前に出た時僕たち仰天したのはあのカーターのホワイトハウスおよび国務省は親中そして、融和主義だったんですけど、うんはい、ペンタゴンの出した、クアトレリアルディフェンスリポートなんですよね、はい、QDR、はい、これはもっとみんな読むべきだと思うんですけどこれは驚くなかれね中国をはっきり仮想敵これとの脅威と戦わないかそのためには日米あるいは米韓の軍事同盟を強化しなきゃいけないオーストラリア強化しなきゃいけない、うん、海兵師団も一個師団、オーストラリアに前進させるとか ねそれはね今アメリカが現実に太平洋の防衛力強化のためにやってることみんな書いてあるいやまさにそういうことですまさに、ねはい、QDR なんですよ、はい、だからね来年 QDR 出ます、これに何で書いてあるかね我々ね重大な関心持ってなきゃいけない、まあ、日本見捨てると書いてあるのかね見捨てると書かれたらそれはそれで大変なことですけど大変なことですよまあそれはないでしょう、ないと希望どっちが勝ってもねどっちが勝ってもないと思います、ね、それは変わらないと思います、うん、そうごめんなさい、さっき8日水曜日というのは中国共産党の党大会そうそうそうね、そう日にちを間違えました、うん、だから中国が変わるしかも、うん、習近平がなれるかどうかもねおかしくよく分かんないんですよね胡錦涛まだ分からない感じですか、うんうん、胡錦涛がだってあの陰性体制しこうとしてると、うん、それ母ちゃんの蓄財問題が出てきてるんですね、うん、それとあれの江沢民の党本部にあった部屋が撤去されたって、うん、だからね江沢民とね胡錦涛とまだやってるんですよやってますね、うん、それで、中継の市長あの白市長問題、うん、今度もねあの不正蓄財もうスキャンダル合戦始まっちゃった、うん、だからこれもね習近平がどうなるか分からないそしてね、うん、一番ね謎はね尖閣列島についてあれだけあの中国海軍に押されたんでしょう人民解放軍に押されてねあれだけ乱暴なことをやってたのがパネッタが言って一言日本を支持するって言った途端にね習近平が直ちに記者会見やって、尖閣は平和的にやりましょうって来なくなったでしょそれでもまあねあの毎日これ16回ね領海侵犯されてるこんなバカな国ないですよ、うん、領海侵犯されたら怒らなきゃそれで水鉄砲合戦やったでしょあれも台湾に対してやったんだけどね台湾だと相手弱いから水かけるんだよ、ね、でね中国のにはねかけないの、うん、あれも不公平だと思うよ、まあ、ダブルスタンダードですね石原さんだったらどんなことするんでしょうねはいそれがね怖いところもありますけどパネッタが言ったことによってね、うんあの止まったんですよ少なくともね、うん、それからカート・キャンベルが同じことを言いました、だけどあれをね よくあの全文をお読みにならないで報道は日本に都合のいいこと第5条を尖閣に適用すると、うん、国務長官も言ったし国防長官も言ったし国防あの次官補も言ったと、うん、だからこれでねあの民主党の対尖閣政策我慢して我慢してやってたのをアメリカが認めてくれて評価されたと、うん、違うんだよね、まあ、よく読んでごらんなさいっていうの第安保条約第3条が実行された場合って言ってるの3条って何かというとその国の、 あの憲法法律となってたかなあの日本国が行政権施政権を持っていた持っててあの尖閣列島に実効支配してて、そうしてもしもそれを侵害する行為が起こった時には日本国の憲法法律が許す範囲内でね、所要の措置を取った時にと書いてあるんです、それをね繰り返し繰り返してで一番激しく言ったのが
アービテージです、ね、前の副長官ね、このシンポジウムでね、そう、はい、でこれはね、なんとね、沖縄の無人島で日本が守ろうともしない、名もなき島のためにね、アメリカの母親たち知りもしないその島のためにアメリカの子供たちそこへ行って血を流すということをアメリカの母親が承知しますかって言ってるの、だから戦いなさいよ、まず日本が戦って第3条安保条約第3条の施政権の及ぶ限り自分で守るということをやって戦った時に来ますよと言ってるんで、3条3条って言ってるのをね、まあ、マスコミは紹介しないです。で、まあ、野田さんが初等部の上陸訓練を見送ったりするわけですよ、ね、あれは結構アメリカがすると衝撃だったと思うんですよ、メッセージが伝わってないっていうことになるんですね、メッセージ伝わってないと。それでね、日米共同訓練をやるんですよ、今までのおざなりのやつは、今度のミソはね、離島奪還訓練という奇怪な共同訓練があったの、まだ取られてもいないうちになんで奪還なの、って僕が言ったんだけどね、まだ取られないようにするっていうのが先じゃないの、下がられちゃって取られちゃってから奪還っていうのものすごく難しいんだよ、それをね、まだ取られてもいないうちにね、返せ返せっていうのは何よ。でもそんな中で、笹さんはすでに国土喪失っていうタイトルの本を書かれたということなんですけど、まだそんな取られてないんですけど、PHP さんが大体、はい、危機管理のノウハウって一番最初に、私が危機管理を唱え始めた時にバックアップしてくれたのが松下幸之助さんで、そして、それがまあベストセラーになったわけ。それでね、ずっとそれから松下さんご存命の間、僕は松下政経塾の講師やってたんです。そういうことでね、あそこに非常に期待をしてた。向こうもね、文藝春秋から僕が出してる会議においてはね、行ってこなかった、それで幻冬舎もう3冊僕の出してますから、ここのとこ、まあ、一緒シリーズがいっぱい出ました ね、はい、でこれはね、みんな遺書だっていう、それで遺書第9章なんて言ってるよからね、PHP さんが怒ったかね、政法堂っていうね、中小企業の出版社から義理があって出した、それで初めて私のところをお忘れじゃないですかって来て、すぐ書けっていう、でしょうがないからね、なんか余ったもんないですかと、余ったもんありますよ、国防のソフトウェアっていうのが余ってる、愛国心だとかね、使命感、犠牲的精神ね、日米安保条約もソフトです、それから法律、武器使用法とか領海警備法ないでしょ、こういうソフト作らないと国防を果たせませんと、それからやはり情報力、情報がダメじゃないのと、安倍さんはだって内閣情報局、JCIA 作ろうとしてたんだよね、はいはい、猛烈な反対はあったけど、まあ、ありましたね、だからそういうのをやってもらおうじゃないですかと、でソフトウェア、はい、ソフトウェアをねやりましょうって言ったらね、一冊本になっちゃったんです、しゃべってたら、それでそれが11月の16日に出ます、はい、でこれが緊急出版ですよね、あ、緊急出版、僕の遺言の第9番目だそうです、はい、16日に生きてるんで困っちゃってんだけどね国土喪失、なぜ日本は領土を守れないのか、 PHP 研究所より税込み1260円で発売いたします。ちょっと先にね、お知らせをちょっとしてみたんですけれども、今日第4回目ということで、石原新党と日本維新の会、旧国の第3極になりうるのかということだったんですけれどもね、全体を見てまとめをそろそろしていただきましょうか。いや、なんて言いますか、ここまで政治状況が動いた上で、安全保障の問題も含めて、こう中央集権なのか中央分権なのか、さまざまなこうモザイクが出てきますと、でさらに、この後安全保障とは若干違います、地方の財源どうするんだみたいな話になって、で人口も減っていく中でどうやってその端々の国土を守っていくんだっていうところにまた戻ってくるみたいな話が出てくるので、この辺りの話を、次回さらに伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、はいはい、ぜひ。それともう一つ僕の方から問題提起としては、やっぱりその国防っていう時に、まさにおっしゃるようにハードの面、ソフトの面、それと経済の面っていうのがやっぱりあると思うんですね。で特に今エネルギー情勢がすごく大きく変わろうとしているので、これが変わると
国防のあり方っていうのをかなり大きく変わってくる可能性があるので、その辺もぜひ話題にしていただきたいかな。要するに石油依存度、原子力の前にね、うん、我々考えなきゃいけないのは石油いつまで頼れるのっていう、そういうことですね。これが元ですから、はい、だからそれを日本にはない、あのしかし日本で作れる原子力にしようと、平和利用しようと、これダメだって言うんだったらね、また石油に戻るんだけど、代替エネルギーは何をお考えですかというね、ということですよね。でなんかあのシェール石油とか、あるいはシェールガスとかね、はい、シェールガスとか、はい、シェールガス、シェールガスとかメタンハイドレードですね、メタンハイドレードという試掘が始まったようでね、大変これはいいことなんですよ。でなんとかエネルギーでも自立独立自己防衛できるように、そうですね、これもね大きなね、あの補給っていう言葉にして僕はまとめましたけどね、もう平坦ですよね。そうそう、はい、だって仮にまあ勇ましく考えて、尖閣列島について安保条約第3条に基づいてね、うん、日本は自力で防衛をすると、うん、で今あの弾薬が 1.5 回線分しかないですから、うん、いやこれは今日今いざそうなってみると恐ろしいことですよね。恐ろしいことなんですよ。それでね、僕は3日間は戦えるようにしてくれと、大蔵省弾頼むよということを書き続けてるんですけど ね、今ね1回戦何回も言ってますけど、あの中国の海空軍と通常戦力で戦えば日本圧勝です、うん、日本海海戦やってみせます、うん、だけど向こう残余の勢力で2回戦目出てきたと、うん、この時は我が航空戦闘機護衛艦積むべき弾薬は半分しかないんです、うん、1.5 回戦ですから、3回目攻めてきた時は弾ないんです我が国はいかにねイージス艦6隻持ってたって弾ないんじゃね、うん、防ぎようがない。せめて3日間戦えるようにしてくれと、それはね理由があるんだ。日米安保条約の了解事項で、あの大規模な侵攻に対してはアメリカの大規模な来援を期待するとなってるんです、うん、国防の基本方針に今でも書いてある、うん、ところがねベトナム戦争の頃アジアに80万からの兵力がいた時は空母6隻でしょ、航空機2000機でしょ、それで陸は何個師団かベトナムにいた。今はねあのアジア削減しちゃってますから空母1隻でしょ、航空機2000機ですよ。だからあの頃は空は時間で来るだろうと、うん、何時間か経つとあのうんまあ、F22 やなんかすごいのが来るだろうと。それから海は日にちと言ったんです。インド洋に展開している第7艦隊戻ってくるのにね、ハワイから第3艦隊が応援に来る、まあこれはね日にちで来るだろうなと。陸はね月、どんなに早くてもハワイの25師団が来るにはね1ヶ月かかる、うんワシントンの第9師団になるともっとかかる、うん、だから陸は沖縄にいる海兵1個師団で戦わなきゃいかんなというのがねアメリカの来園大規模来園の内容だったんです、はい、それがね今ね空がね日にちになっちゃって、うん、そうですね。それで海はね週になっちゃった、うん、陸は来ないかもしれない。陸来ないですか。陸来ないですか来るかもしれないけど1ヶ月後です、うん、そうです。そうするとね3日間はね日本自力で戦ってないと、うん、あのボクシングで前座やるの3回戦防衛っていうのね3回戦一応立ってないといけないんだよね。あれがダウンされちゃうとね安保条約第5条っていうのはあの日本があの戦わなくなっちゃうと適用されませんから、うん、そのことをね3日間だけ戦わせてくれっていうのが僕らの安全保障政策なんですね。とても残念な感じで今日は締めくくる。じゃあの楽しいお知らせをここでしてもいいですか。お願いします。先ほども申し上げましたが笹さんの本16日に出ます。国土喪失、なぜ日本は領土を守れないのか、 PHP 研究所より税込み1260円で発売します。そして、もうお手に取ってらっしゃる方も多いと思います、旧国の発作厳冬者から税込み1155円で、そして笹篤之の危機の心得、名もなき英雄たちの実話物語、聖報堂から税込み1365円で絶賛発売中です。そして藤田さんですが、ビジネスメディア誠の藤田正義の時事日報にコラムお書きになっていらっしゃいます。毎週月曜日ですね、国内外のニュースを取り上げ、多角的そして国際的な視点から経済の大きな動き、分かりやすく説明してくださっています。そして司会の山本さんはブロゴスの
メルマガ配信中です。山本一郎メルマガ人間迷路、毎月第1から第4月曜日月4回735円有料配信ということなんですね。もう本当にブログでは書けない内容ということで、経営やビジネスコンテンツ、ゲームから書評まで、うん、ありとあらゆることを網羅していらっしゃいます。恥ずかしくてしょうがないですで今日の感想ですとか裏話もお書きになってくださいますね。で今日の放送記事化して後日ブログにて掲載いたします、ね。今日は笹田さん、藤田先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これ言いたいことを言わせていただくっていうのはね、僕精神衛生上ね非常にいいんですよどんどん顔色が良くなって、長生きしていただきますそれからね、ねこの間ね桜井よし子さんがね、これ始めるんです。ああ素晴らしいですね、うん、それでね、ゲストで出ろと、ああいいじゃないですか、お話があって、そういう話をしてたら子どもたちがね、で今どういうあれインターネットっていうのはねやってやりがいがあるかっていうからね、いやないんだよなって、大空に向かって大声で叫んでるっていう感じでね誰か聞いてんのかしらっていう感じだとそしたらね、それね収録できるんだって、はいはい、それで、山本さんにそれをなんか収録して自分で見られるようにすると少し手応えがあるよと、そうですね、いうこと言ってました、で桜井さんのところもね、なんか自分のホームページでどうこうと言ってましたけど、桜井さんも僕もどっちも分からずに物言ってるんでね彼女も明らかに分かってないのでとにかく出なさいよってなもんでね、いい話ですね、それでこれをなんか収録することってできるんですか。それはもちろんできると。はい、それをいただいてうちのホームページでね、もうバーンと貼っていただいてやるとかね、もう全然できると思います。できます、はい、それを私とやっても家内とやってもわけわかんないですから、どんどん寿命を伸ばしていただいて、三浦っていうね、あれができるんですよ、誰に一つ、はい、三浦からご相談、はい、ぜひよろしくお願いしますそれは何度もおっしゃっていただければ、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。